どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせ動画になっております。新商品のご紹介です。何の新商品かというとね、弦になっております。なんで弦もあるじゃん。実はね、ガズレレでは皆さんこれご存知だと思うんですけど、はい、柔らかいウクレレ弦っていうこの弦をね、もう今すでに発売しております。これも大好評。これね、ここにも書いてあるけど2回分入ってるんですよ、ワンパッケージで。でこれはですね、めちゃくちゃいい弦です。わかりやすく、これもかなり今皆さんご支持いただいててすごく売れてるんですけど、これに仲間が加わりました。はい、わかる。これ今持ってるウクレレって、これ G ラボガズレレわがままウクレレのテナーサイズなんです。大きいの、このウクレレ。ちょっと比べてみると、いつも使ってるガズモデル、これいつも使ってるガズモデル、これコンサートサイズですよ。コンサートサイズと比べてこんなに違うんだよね。でコンサートサイズよりこれはるかに大きいんで、これ、ね、テナーはですね、テナー専用弦を張っているんです。実はちょっと普通のウクレレ弦と違うんですよ、弦の太さが。でこれは、ベトナムの G ラボ工房工場の、工場長モジャ川上氏が選びに選び抜いて、もう何回も試行錯誤をして、一番ベスト、このねテナーウクレレに最適な、このウクレレ弦をこの度発売しました。はい、こんな感じになってます。テナー専用って書いてあります。見えるか、テナー専用で、ね、はい、こっちももちろん2回分入ってますよということです。はい、ガズレレ×Gラボの柔らかいウクレレ弦、はい、テナー専用の弦が、発売されております。これはガズレレ公式ホームページで、ぜひぜひ皆さん、テナーウクレレ持ってる方、ぜひこれちょっと試してみてください。めちゃくちゃ柔らかくて最高ですよ、これ。テナーウクレレのいいのは、このネックが長くて、ボディも大きいんで、ボリュームがあって、こうしっかりした音がやっぱ出るのが特徴なんですけど、これでこの弦を張ると、柔らかい。透明感のある音が。はい、皆さんね、周りでもしテナーウクレレをお持ちの方いたら、ガズレレとね、Gラボからテナーウクレレの柔らかい弦がね、出たらしいよと周りの方にもぜひね、お伝えしていただければというように思います。この普通のコンサートとソプラノを使えるレギュラーのね、さっき紹介させてもらって、このレギュラーのウクレレ弦もものすごいいいですけど、テナーの専用弦も出たよということでお知らせして、ともども、はい、まだ使ったことない方、ちょっとこれ貼ってみたらすごくいいと思いますよ。この弦の張り替え方もガズレレではね、しっかり解説してる動画もあります。弦の張り替えやったことない方、ちょっとここにリンク貼っとく。このリンク見るだけでね、楽しく弦の張り替えとかできますからね。はい、ぜひやってみてください。はい、そういうわけで本日はね、お知らせだったんですけど、テナーのウクレレ、ガズレレ、Gラボの柔らかいウクレレ弦、テナー専用が出たよというお知らせになりました。まあ重ねですけど、ただいまの期間、ガズのわがままウクレレ、薄レレ、初めてウクレレは即発送で販売中でございます、ただいま。はい、それと、このガズモデルとか、ヴィンテージシリーズとかセミオーダーに関しては予約なんですけど、以前よりもかなり早く皆様のお手元に届けられるようになってますので、このウクレレのこともちょっとここにリンク貼っとくんでね、ぜひぜひ、いろんな今ラインナップ増えてますから楽しいですよ。見るだけでもいいんで、ちょっとご覧になっていただければというふうに思います。はい、そんなわけで今日は新商品、新しい弦が、テナー専用の弦が出ましたよというお知らせでした。そしてね、引き続きね、ガズレレ YouTube とかガズピアノとかで、楽しい音楽のあり方どんどん提案していきますので、ぜひ皆さんご活用ください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。